皆さんこんにちは、ダイキングでございます。本日はですね、私のチャンネル登録者数が900人に達したということで、それを記念した動画を作ろうと思います。まあここに来るまでめちゃくちゃ長かったわけですがね、まあいろいろこれまでと変わらず進んでいこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今から質問コーナーを始めようと思います。4月頃にから質問コーナー集めてから動画投稿しようと思ったんですが、ちょっと仕事が忙しくてなかなか時間が取れませんでした。本当に申し訳ありません。さて、それで質問の数ですが、2つしかもらえませんでした。でも逆に2つももらえたことに本当に感謝してます。2つだけでも本当ありがとうございます。それでは質問に答えていきます。次愛媛来るときはイコカで乗り鉄ぜひ。松山の路面電車イコカ使えるようになったそう。おお、マジか。じゃあ次愛媛来るときはイコカ持ってきて使ってみよう。締め切りギリギリですみませんが、3つ質問します。回答をよろしくお願いいたします。1、音ゲーされますか。2、鉄道 PV に使う曲の選曲基準を教えていただけますか。どのように決められているのかなどの実は気になってます。3、JR 四国ネタから、 JR 四国の観光列車で一番好きな列車を教えてくださいませんか。意外とこのような質問ってしたことがなかったので気になってます。めっちゃすごい長い質問来てくださいましたね。本当ありがとうございます。そうですね、まず音ゲーされますかっていう質問に対してですが、最近はあまりしてないですね。あの、時間がないというのもありますし、あってもあまり、時間があってもやろうと思っているんですが、なかなかって感じですかね。はい、次2つ目なんですが、別に選曲の基準とかはないですが、まあ私の気分次第ですかね。例えば今年の元日に投稿した鉄道 PV アイドルという曲はですね、これはもともと去年の7月頃に推しの子というアニメが放送されて、それでオープニングアイドルだということで結構大好きだったわけなんですよね。でそれでその曲に魅了されて鉄道 PV アイドルを作ったって感じでしょうか。実際この動画もう1000回を超えているので、再生回数が、よかったら皆さんぜひ見てみてください。最後に3つ目は、これはですね、まあいろいろありますが、強いて言うなら四国真ん中千年物語ですかね。あの列車は僕がもともと香川県に住んでいたこともあって、大学時代はよく多度津駅で撮っていましたね。それに前後で車両の色が異なっているのも魅力的な特徴の一つではないでしょうか。はい、それでは以上で質問コーナーを終わりたいと思います。たった2つだけでしたが、2つでもこんなに多くの質問をいただいたことに感謝しています。本当にありがとうございます。また機会があれば第3回も行ってみようと思います。それでは以上でダイキングの質問コーナーを終わりたいと思います。ありがとうございました。